ワンダースクールプログラミング部、リミックスを利用してスクラッチ作品を作ろう。この動画ではリミックスのやり方について教えるよ。ワンダースクールでは自由に作り変えることができる作品を用意しているよ。作品はプロジェクトアルバムから見ることができるよ。まずはここをクリック。するとスクラッチのページに移動するよ。スクラッチにサインインしている状態か確認をしよう。好きな作品を見つけたらクリックして開いてみよう。右上にある中を見るボタンをクリックすれば作品の中身を見ることができるよ。作品にはあらかじめ元になるプログラムが組んであるよ。右上にあるリミックスボタンを押せばプログラムを付け加えたりアレンジをすることができるようになるよ。自分好みにアレンジして君だけのゲームやアニメーションを作ろう。